こんばんは、入山亜希子です。5月29日日曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日は川崎市クレッシェンドさんで初めてショーをさせていただきました。アトラクションもあり、身近なお客様と初めてというお客様も半数以上いらっしゃり、楽しみに歌わせていただきました。そしてママさんの夏木和美さんはもとより、多くの歌手の皆様がご一緒してくださって、オーナーさんともデュエットもしたり、普段にない雰囲気を楽しませていただきました。ライブにお付き合いくださり、19時から20時つれづれライブ、こちらもご参加ありがとうございました。それではコメントにお返しします。桂隆二さんです。お疲れ様でした。明日も頑張ってくださいねと、大変応援をいただきましてありがとうございました。またお目にかかれる日を楽しみにしています。沖島晴美さんです。あきこさん、こんばんは。今日も元気な声を聞けて嬉しいです。こちらこそいつも元気をもらってありがたいなと思っています。お疲れ様でした。素敵な日曜日をお迎えください。良い夢を、おやすみなさいといただきました。ありがとうございます。晴美さん、今日も素敵な日曜日過ごすことができました。暑かったですが、着物姿の方がかえって風通しが良かったのかなという、そんな気もします。長塚雅彦さんです。あきこさん、今日も一日お疲れ様でした。明日も元気に笑顔で素敵な一日になりますように、まあさんといただきました。まあさん、ありがとうございます。稲葉幸恵さんです。お元気ですか。ライブにお付き合いくださり、チャットでお声が聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。小田切隆夫さんです。おはようございます。今日も良い一日になりますように、グッドモーニングとコーヒーを入れていただいてます。嬉しいです。寺島さんです。おはようございます。頑張ってますね。今日は熱中症対策され、素敵な日曜日をお過ごしくださいといただきました。暑かったですね。全国的にニュースになるぐらいの夏日でしたね。加藤さんです。かわいい猫ちゃんのスタンプをいただきました。金崎真紀子さんです。あきこさん、おはようございます。本当に毎日お忙しいスケジュールの中、いろいろ大変でした。お疲れ様でした。でもあきこさんの元気なお声を聞いて安心しています。今日もまた素晴らしい一日で、充実した日でありますように、ファイトといただきました。まきこさん、今日も、暑い日でしたが、活気のある、皆様と楽しく歌ってまいりました。まきこさんのアバターはかっこいいですね。なんかガッツポーズされてますね。深田正信さんです。おはようございます。今聞いております。最高でした。と、日本放送を聞きくださったんですね。ありがとうございます。加藤さん、おはようございますと書いてくださいましたね。満月テルオさんです。あこちゃん、おはようございます。今は暑くなりそう。熱中症に気をつけて頑張ってくださいね。5月も終わりに、アジサイの花の綺麗な季節、鬱陶しい梅雨がやってきます。笑顔を明るく頑張ってくださいねといただきました。グッドモーニングとアバターが手を広げています。牧野明光さんです。あきこさん、皆さん、おはようございます。昨日は FM チャッピー聞きそびれたので、後でゆっくり予約録音したのを聞いて楽しみます。花の写真もありがとうございます。今日は川崎クレッシェンドさんで歌謡ショー、元気笑顔で楽しんできてください。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、走れ走れ突っ走れ、流行り歌みんなで応援してます。ファイトといただきました。明光さん、歌っています。アバターが歌っています。伊藤明美さんです。願う無病息災、厄除け厄除、魔除け厄除。うわー、すごい生ハゲがいます。伊藤さん、今日もお花ありがとうございました。駅
きなかさんです。おはようございます。お疲れ様でした。とまたお花のお写真いただいてます。小山さんです。おはようございます。昨日の近隣ドライブで入山明子さんの CD ザンザ岬など聞きながら運転。私の住まいは坂戸で、以前入山さんが若葉駅隣接の若葉ウォークに来られた時も生歌聞かせていただきました。入山さんの声、笑顔、スタイル、和服姿最高といただきましたね。嬉しいです。森沢隆さんです。入山さん、皆さんおはようございます。今日はクレッシェンドさんでのライブ楽しみにしています。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて大願成就、ありがとうございますといただきました。白谷富子さんです。あっこちゃんおはよう。昨日の FM チャッピー近藤さんとの会話の中で私のコメントが出てきてびっくり。次に近藤さんとお会いした時のチャンスをいただきありがとうです。それに近藤さん、北ん海峡へお見えになった頃、鈴木先生、ゆき先生の様子を覚えていてのお話、嬉しく聞かせていただきました。心に残る曲も北ん海峡とおっしゃってもらい嬉しかったですと、ね、嬉しかったですね。富子さん、ありがとうございます。調子は戻られましたでしょうかね。さあ、それではブログにお返事です。管理人、森沢さんです。昨日の FM チャッピーメッセージ、近藤プロデューサーさんへの質問と読んでいただきありがとうございました。ご指導の通り、歌う際のテンポの取り方を練習してみます。今日は中山秀幸さんのラジオ、クレッシェンドさんのライブ、そしてつれづれライブと盛りだくさんの一日、気温も30度超えの予報ですので水分補給しながらお願いします。ゴーゴーレッツゴー入山紀子といただきました。今日は応援いただいてお写真をたくさん頂戴してありがとうございました。千葉県出身、田舎町さんです。あきこさん、今朝は有楽町で会いましょう聞きましたよ。ありがとうございます。新潟さくらさん、おはようございます。昨日は発表会の最中、私の出番前に支度しながら FM チャッピー聞く予定が控え室には時間差で入れなくて、なんだかんだして結局その時間には支度の真っ最中で聞き逃しました。とても残念でした。でも今朝の中山秀幸さんのラジオ聞くことができましたよ。今晩はライブなんですね。参加できると良いですが、今日も穏やかな一日となりますように。さくらさん、ありがとうございます。ライブにも参加くださって嬉しかったです。6番さん、おはようございます。今聞いております。こちらは、あれですね、日本放送ですね。嬉しいです。のれこにゃんにゃんさん、おはようございます。今日も暑くなりそうですね。朝から蒸し暑いです。外出したら水分補給をしっかりとらないと、といただきました。その通りですよね。喉が渇く前に飲んで、もう熱中症を予防いたしましょう。さあ、それでは YouTube にコメントをお返ししますね。 YouTube は、入山明子です。声が出ましたね。長滝さんです。明子さん、おはようございます。ミューズ楽しみです。応援に行きます。6月1日のミューズお待ちしていますね。鋼チャンネルさんです。おはようございます。昨日の FM チャッピーは近藤プロデューサーさんのお話参考になりました。来週の放送も楽しみにしています。つれづれ日記の思い出の写真を興味津々に、その当時の様子を想像しながら拝見しています。入山さんの笑顔はみんなの笑顔、みんなで応援していますよ、といただきました。ありがとうございます。両銀香織さんです。おはようございます。今日も暑くなりそうですね。お気をつけて。今日はつれづれライブですね。脳トレしなくては。今日ご一緒に脳トレができて嬉しかったです。ありがとうございます。それから入山明子施設応援隊さんです。明子さん、皆さんおはようございます。昨日は良い天気で暑い一日でしたね。今日も暑くなりそうなので、水分補給しっかり頑張ってください。また川崎のクレッシェンドさんで初めての歌謡ショー、私も行こうと思っていたんですが、いろいろ忙しくなり参加できずすみません。川越から応援してます。元気笑顔で楽しんできてください。ファイトーといただきました。秋元さん、入山明子施設応援隊さん、ありがとうございました。
さあそれでは、ライブにもご参加くださって皆様とチャットでお話もできて楽しい時間でした。明日は大事な案件で新宿に向かいます。皆様も元気にお過ごしください。熱中症予防本格的に、取り組まなければならない、そんな日も多くなってきました。暑いですので暑さ対策、それから水分補給、十分にお気をつけて元気にお過ごしくださいね。それではおやすみなさい。